民主主義革命における社会民主党の2つの戦術は、1905年7月に刊行されたウラジーミル・レーニンの著作。1905年のロシア第一革命に際し、社会民主労働党の戦術として、プロレタリアートと農民の革命的、民主主義的独裁を提示した。日本語版は、大月書店館で国民文庫から発行されたほか、同社のレーニン10巻専修第3巻にも収録されている。1905年1月9日、ペテルブルクでツァーリに対する請願行動を行った群衆に対し、軍隊が一斉射撃を浴びせるという事件が起こった。抗議のストライキがロシア全土に広がった。社会民主主義者たちはこの事態を革命の始まりとみなし、革命の性格と取るべき戦術について論争を開始した。パルブスは、地の日曜日事件の直後に、トロツキーのパンフレット1月9日以前への序文を書き、ロシアで革命的な体制転覆を成し遂げうるのは労働者だけである。ロシアの革命的臨時政府は労働者民主主義の政府であろう。社会民主党がロシアプロレタリアートの革命運動の先頭に立つならば、この政府は社会民主主義的な政府となるであろうという展望を示した。これは当面するロシア革命をブルジョアジーが遂行するブルジョア革命と考える伝統的な考え方と決別するものだった。トロツキーは3月17日付のイスクラ第93号に掲載された政治的書簡でパルブスに同調した。レーニンはパルブスの主張に原則として同意しながらも、ロシアのプロレタリアートは今はロシアの住民のうちでは少数であると指摘し、プロレタリアートが単独で権力を取る見込みを否定した。そして、プロレタリアートと農民の革命的、民主主義的独裁というスローガンを提示した。一方、メンシェビキの主流派は伝統的な考え方を維持した。マルトイノフは、我々が臨時政府に参加しても革命的措置がより容易になることはないだろう。それどころか、それは、革命と何の共通性もないような措置を実行することを我々に余儀なくさせるだろうと指摘し、ブルジョワ革命において社会民主党は急進的野党にとどまるべきだと主張した。論争と並行してボリシェビキは4月に第3回党大会を招集し、レーニンが起草した決議、臨時革命政府についてを採択した。メンシェビキはボリシェビキの大会を不法なものとみなし、対抗して、第1回全ロシア党活動家協議会を開催して、権力の獲得と臨時政府への参加についてという決議を採択した。ボリシェビキの大会とメンシェビキの協議会を受け、両者で採択された決議を比較しつつ、ボリシェビキの決議を擁護する目的で書かれたのが、民主主義革命における社会民主党の2つの戦術である。ボリシェビキとメンシェビキの決議は、どちらも、二つの戦術に全文引用されている。プロレタリアートの直接の利益も、社会主義の終局目標を目指すプロレタリアートの闘争の利益も、できるだけ完全な政治的自由を要求しており、従って、専制的統治形態を民主的共和制に変えることを要求している。ロシアにおける民主的共和制の実現は、勝利した人民蜂起の結果としてのみ可能である。この人民蜂起の期間が臨時革命政府であり、これのみが選挙前扇動の完全な自由を保障することができ、また秘密投票による普通、平等、直接の選挙権に基づいて人民の意思を真に表明する憲法制定議会を招集することができる。ロシアにおけるこの民主主義的変革は、ロシアの現在の社会経済制度の下では、ブルジョアジーの支配を弱めずに、これを強めるであろうし、ブルジョアジーは、ある瞬間には何者にも躊躇することなく、ロシアのプロレタリアートから革命期の獲得物のできるだけ多くの部分を奪い取ろうと必ず試みるであろう。以上の点を考慮して、ロシア社会民主労働党第3回大会は次のように決定する。革命の最も予想される経過についての、また革命のある瞬間に、臨時革命政府が必然的に出現し、プロレタリアートはこの政府に対して、我々の公領の当面の政治的及び経済的諸要求のすべてを実現するように、要求するであろうことについての具体的な観念を労働者階級の間に広めることが必要である。力関係、その他あらかじめ正確に規定できない要因の移管によっては、すべての反革命的企図と容赦なく闘争し、労働者階級の独自の利益を守るために、我が党の全権代表が臨時革命政府に参加することは許される。このような参加の必要条件としては、党がその全権代表を厳重に統制すること、完全な社会主義的変革を目指し、その限りで全てのブルジョワ政党に非妥協的に敵対する社会民主党の独立性をたゆみなく守ることが挙げられる。臨時革命政府に社会民主党が参加することが可能かどうかには関わりなく、革命の獲得物を守り、打ち固め、拡大するために、社会民主党に指導される武装したプロレタリアートが、臨時革命政府に絶えず、圧力を加える必要があるという思想を、プロレタリアートの最も広範な諸層の間に、宣伝すべきである。ツァーリズムに対する革命の決定的勝利は、勝利した人民蜂起の中から出現した、臨時革命政府の樹立に現れるか、あるいは、何らかの代議機関が人民の直接の革命的圧力のもとに全人民的憲法制定議会を組織することを決定して革命的イニシアティブを取るということに現れるか、そのどちらでもあり得る。いずれの場合にも、このような勝利は革命期の新しい段階の発端となるであろう。社会発展の客観的条件が、この新しい段階に対して自然発生的に、提起する任務は、政治的に解放されたブルジョア社会の諸要素が自分の社会的利益を実現し、権力を直接掌握するために互いに闘争する過程で、未分制的君主政体全体を最後的に一掃することである。だから、歴史的性格から見れば、ブルジョア革命である。この革命の諸任務を実現する仕事を引き受ける臨時政府も、解放されつつある国民の中の相対立する階級相互の闘争を規制することによって革命的発展を前進させるだけでなく資本主義制度の基礎を脅かすような革命的発展の諸要因とも闘争しなければならないであろう。このような条件の下では社会民主党は革命を前進させる可能性を最も翼党に保障するようなブルジョア諸政党の不徹底な利己的な政策と闘争する際に党の手を縛ることのないような、またブルジョア民主主義派に党が解消するのを防止するような立場を革命の全期間にわたって維持するよう努めなければならない。だから社会民主党は臨時政府内で権力を奪取したり分有することを目標とすべきではなく、最左翼の革命的反政府党にとどまらなければならない。もちろん、この戦術は、もっぱら蜂起の波及と政府の解体等を促進するために、あれこれの都市、または地帯で部分的に、総和的に権力を奪取し、諸々の革命的コミューンを作るのが適切である場合のあることを決して排除するものでない。ただ一つの場合にだけ、すなわち、社会主義を実現する諸条件がすでにある。程度成熟している西ヨーロッパの先進諸国に革命が飛び火する場合にだけ社会民主党は権力を握り、できるだけ長く権力をその手に維持することに自ら進んで努力を注がなければならないであろう。この場合にはロシア革命の限られた歴史的限界を著しく押し広げることができ、社会主義的改革の道に進む可能性が現れるであろう。革命の全期間を通じて、社会民主党が革命の過程で次々に交代する政府のすべてに対して、最左翼の革命的反政府党の地位を保つことを意図した戦術を立てることによって、社会民主党は、その権力を利用する右党の手に政府権力が入ってくるならことに対しても、最もよく準備を整えることができる。現在の革命的時期に日程に上っているのは、全人民的憲法制定議会を招集する問題である。3つの政治的流派が見られる。ツァーリ政府は、その議会が全人民的なものに、また憲法を制定する議会になるのを絶対に認めるつもりはない。革命的プロレタリアートは、社会民主党の指導を受けている限りでは、権力を憲法制定議会に完全に移すことを要求し、そのために普通選挙権を求め、扇動の完全な自由を求めるだけでなく、さらにツァーリ政府を即時打倒しこれを臨時革命政府に変えようと努力している。最後に、いわゆる立憲民主党の指導者たちの口を通じて自分たちの希望を表明している自由主義的ブルジョアジーはツァーリと革命的人民とのできるだけ平穏な取引を、しかも彼らブルジョアジーには最大の権力が与えられ、革命的人民、すなわちプロレタリアートと農民には最小の権力しか与えられないような取引を求めている。協議会の決議は臨時革命政府の樹立と憲法制定会議の召集を同列に置いている。後者は革命の決定的勝利とは言えない。臨時革命政府が実現するべき民主的共和制についても述べていない。これは君主主義的ブルジョアジーの民主主義的スローガンと一致している。新イスクラ派は、臨時革命政府への参加はすべてプロレタリアートに対する裏切りだとして原則的に非難する無政府主義と放棄に社会民主党が指導的影響を及ぼすことを条件として臨時革命政府への参加を要求するマルクス主義との間を動揺している。彼らはブルジョア革命に参加したいと思っている。彼らは人民放棄を指導することに同意さえしている。ただし、それは勝利の直後にその成果をそっくりブルジョアジーに差し上げるためである。最左翼の反政府党という概念は議会闘争にしかも誰も決定的勝利を直接の闘争目標としていない時期の議会闘争にしか当てはまらない。マルクス主義はプロレタリアにブルジョア革命から遠ざかりとも、これに参加するなとも、その主導権をブルジョアジーに与えようとも教えていない。反対に、マルクス主義はブルジョア革命に最も精力的に参加性を徹底したプロレタリア民主主義のために、革命を最後まで遂行するために断固として戦え、と教えている。我々はロシア革命のブルジョア民主主義的な枠から飛び出すことができないが、この枠を大いに押し広げることはできる。我々は、この枠の中で、プロレタリアートの利益のため、その直接の必要のため、また将来の完全な勝利に備えて、プロレタリアートの勢力を訓練する条件を作るために戦うことができるし、また戦わなければならない。ツァーリズムに対する決定的勝利とは、プロレタリアートと農民の革命的民主主義的独裁である。それは独裁でしかあり得ない。なぜなら、プロレタリアートと農民に直ちに、ぜひとも必要な改革は、地主からも、大ブルジョアからも、ツァーリズムからも死に物狂いの抵抗を呼び起こすからで、ある。独裁なしには、この抵抗を粉砕することも、反革命的気頭を撃退することもできない。しかし、それは、もちろん社会主義的独裁ではなく、民主主義的独裁であろう。この独裁は、資本主義の基礎に手を触れることはできないだろう。それは一番うまくいった場合には農民の利益になるように土地財産を根本的に再分配し共和制をも含めて徹底した完全な民主主義を実行し農村生活からだけでなく工場生活からも一切のアジア的債務奴隷的なものを根こそぎにし労働者の状態の著しい改善と彼らの生活水準の向上との礎を置き、革命の舵をヨーロッパに飛び火させることができるだろう。第一革命は1905年10月に最高潮に達する。労働者によるゼネラルストライキが広がり、労働者代表ソビエトが出現した。10月17日、ツァーリは市民的自由と国会開設を約束する10月詔書を発布した。自由主義ブルジョアジーが詔書に満足したのに対し、社会民主主義者は闘争を継続した。ブルジョアジーによるブルジョア革命というメンシェヴィキ主流派の考え方は現実に合わなくなった。メンシェビキの合法新聞として創刊されたナチャーロはパルブスとトロツキーによってリードされることになった。一方、強力な農民政党が現れないため、ボリシェビキの側でも、レーニンの労働民主独裁論から逸脱した主張が現れた。ボリシェビキのノーバヤジーズニには大規模な生産部門の社会化が不可避だというルナチャルスキーの論文が掲載された。しかしソビエトは11月から12月にかけて弾圧を受けて壊滅し、12月のモスクワでの武装蜂起も失敗に終わった。レーニンは10月に我々の任務と労働者代表ソベトを書き、その中でソビエトを政治的には臨時革命政府の方がと見るべきであろうと評価した。全権力をソベトへというスローガンを提示した1917年の4月テーゼにつながる認識だったが、1905年には発表されることはなかった。11月に発表された死にかけた宣誓と新しい人民権力機関では、ソビエトをはじめとする様々な運動体を念頭に置いて、次のように書いた。10月革命は、それに続く軍隊反乱と結びついて、宣誓を極度に無力にしたので、政治的ストライキによって突き起こされ、自由の戦士の血を施された土地の上には、新しい人民権力の諸機関が、一人でに成長し始めた。これらの機関は、革命的諸政党と労働者、農民その他真に、革命的闘争を行っている。人民分子の戦闘組織である。これらの機関は、社会主義的プロレタリアートと革命的小ブルジョアジーとの同盟を実際に実現している。トロツキーは1906年に総括と展望を書き、その中でレーニンの労農民主独裁論を批判した。農民には独立した政治的役割を果たす能力が完全に欠けているため、農民はプロレタリアートによって解放される以外ない。また、指導的勢力として政府に参加する以上、プロレタリアートの代表はまさにそのことによって、最小限公領と最大限公領の境界を突き崩しているため、ブルジョア民主主義の枠内に留まることはできない。ありがとうございます。